メルシーエータイム。メルシーエータイムは、日本の競争馬。勝案に2007年中山大障害、東京ハイジャンプ。馬名の由来は、冠名のメルシーとゴールデンタイムなどの時間帯という意味のエイタイムである。2005年2月13日、デビュー戦となった小倉競馬場での3歳新馬戦では、主戦となる竹秀俊騎手が騎乗し、7番人気と定評をながら、 勝利した。ちなみに、同機種にとっては、この勝利が2005年初勝利と同時にこの年、唯一の勝利となった。しかしその後は、芝中長距離戦を中心に実戦したが、4着が最高着順であり勝利することはできなかった。同年11月5日に、障害競争に転向し、障害未勝利戦に障害競争専門機種である。 伊デ光一を安城に5番人気で出走。障害デビュー戦は2着という結果だった。ちなみに勝ったのは、アドマイア・ホープだった。そして障害2戦目で勝利し、障害3歳上オープン戦で3着になった後、中山大障害に出走することとなった。これで、障害転候4戦目で、初のジャンギー挑戦となった。これまで障害レースで特筆すべき実績もなく、 また3歳馬の出走自体が稀だったため、出走は14頭中10番人気と低評価だったが、出負けして後方からの競馬となりながらも、直線で鋭く足を伸ばして勝ったテームドラゴンと急馬審査の日着となった。なお、テームドラゴンもまた3歳馬であり、中山大障害史上初の3歳馬ワンツーとなった。2006年、 春のシーズン初戦の阪神スプリングジャンプでは3番人気に指示されるも4着、中山グランドジャンプでは4番人気で4着、そして京都ジャンプステークス、及び秋のシーズン初戦の東京オータムジャンプでは6 2ラムのハンデに苦しんだか、それぞれ9着、6着に敗れた。しかし終養ジャンプステークスでは小坂正騎手に乗り換わりとなり、2番人気に指示され、 1> 約一年ぶりの勝利を挙げた。そして、中山大障害では、テームドラゴンなどの有力馬の回避により一番人気に支持されるも、逃げるマルカラスカルを捉えられず6馬審査でのにという、結果に終わった。2007年、ペガサスジャンプステークスでは、三番人気に支持されか、ラジラを相手に、見事勝利するが、中山グランドジャンプでは三コーナーから先頭に立つ。 積極的なレース運びを見せたが、直線で力尽きて、からじみ、同レース3連覇を達成され3着という結果だった。自走は、東京ハイジャンプに出走。後方からレースを進め、直線で抜け出し、2着に7場審査をつけて、レコードタイムで勝利した。休養後、11月に、平地競争に出走し3着に入る。その後、横山義行を安城に迎え、 第130回中山大障害に出走。直線で前年の覇者マルカラスカルを捉えると、後続を振り切り初のジャギー優勝を果たした。2008年、平地競争に出走し12着だった。その後中山グランドジャンプに2番人気で出走。後位を追走するも先行するマルカラスカルに最後の直線で突き放され、大差の2着に敗れた。その後は、 平地競争11着を挟んで、中山大障害に3番人気で出走。直線で、丸カラスカルを捉えて先頭に立ったが、外から、キングジョイの吸収に遭い、2着に敗れた。2009年は、中山グランドジャンプを目標に、平地競争を1回使ったが、脚部不安のため放牧に出された。休養後の11月の平地競争では9着だった。後に、 中山大障害に挑むが、直線で一度キングジョイの前に立ったもののゴール手前で、差し返され2年連続の2着に敗れた。2010年、初戦は11月の平地競争、福島のダート戦に出走したが、人気通りの11着に終わった。続く、中山グランドジャンプでは一番人気に押されたが、8号障害で落馬し、競争中止した。なお、その競で勝ったのは、 同場種、同級者のメルシー・モンさんだった。休養後、11月に、平地競争に出走したが、人気通りの12着に敗れた。中山大障害では、中段追走も、直線で伸びきれず5着だった。2011年、初戦は3月の平地競争、小倉のダート戦に出走したが10着。東日本大震災の影響で7月開催となった、中山グランドジャンプでは、 逃げるメジロラフィキを早めの競馬で射程圏内に捕らえとメジロラフィキが最後の障害で落馬して先頭に立ったものの外から追い込んだマエネルネオスにかわされ2着に敗れた。2012年、初戦は11月の平地競争、福島のダート戦に出走したが16着に終わった。続く中山大障害では終始中断のまま伸びず、8着に終わった。 2013年、初戦は11月の平地競争、福島のダート戦に出走したが再開、14着に終わった。そして、引退レースとなった中山大障害では、最初の障害の飛び越しに失敗し落馬、競争を中止した。レース後の診断の結果、左第二四関節脱臼という予後不良に相当する、重傷を負っていることが判明しが、 通常の脱球と位置が少し違っていることとずれの程度が小さかったことから安楽死の措置は取らず、12月23日に、ミホトレーニングセンターの競争場診療所で1枚のプレートを5本のボルトで缶を固定する手術が行われた。心配された、低用炎や合併症、細菌感染症を発症することなく、順調に回復した。なお、故障せずに無事乾燥しても、同馬は、 この中山大障害で引退することが決まっていた。2014年2月27日付で競争場登録を抹消され、滋賀県の忍者ホースクラブで乗馬となることが発表された。2005年から障害競争を使われ始めるが、2007年頃から障害と平地を交互に出走している。平地競争はダートの長距離戦に出走することが多い。前日の通り、 障害においては相当な実績を残しているが、それでも調整の意味合いもあり、平地を使われることが多い。なお、平地では一生しか上げていないため、平地競争に出走するときは500万円以下の条件で出走ができる、平地と障害では加算した賞金がそれぞれに分けられているため。引退後は忍者ホースクラブで左後ろ足を治療しながら、予勢を送っていたが、 2015年3月1日に治療中の左後ろ足の病状が悪化したため死亡した。13歳没。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。